今現在赤坂三津家の駅からですね歩いて、約ものの5分もかかんなかったですね。すごくちっちゃいとこですけどね、距離が短いとこでしたけど、第21回の、巡礼として日枝神社にやってきました、今日はですね、テイラースウィフトの、コンサートがありますので、それに合わせて東京にやってきました。パッと見るとですね、いきなり階段があるので、どうしたらいいのって感じはするんですけど、今日も東京に来たのですけれど、もう私一人かと思ったら、まあ、ありがたいことに2人も女性がですね参加してくれるということでございますので、はい、初めて会う方もいるので楽しみです。ですね、左が稲荷参道で、右がですね西参道ということで、こっちの階段からも諦めてですね登っていくことにします。東京ってね、山がほとんどなくてですね、まあ、山らしい山というのは愛宕山ぐらいしかないのにっていうふうに私はずっと思ってましたけど、まあちっちゃい小高い山を登るわけですね。これはどうもこんな感じで、左にくぐったらですね、もうすぐ終わりであってほしいなと思ってます。こんな感じでしょうかね。なんかまだまだ続くぞ。ちょっとやばいじゃないですか。飲食ご遠慮ください、座らないでくださいと書いてますけど、座らないやっとれるかという人もいるんじゃないですかね、まあ、私まだそんな年齢じゃないですけど、エスカレーターがある、エスカレーターがありますよ。ということはこれが本来正門みたいなもんなんでしょうかね。あ、車も上がってる。なんかいきなり社務所のような感じですね。いろんなものがありますね。社務所かと思ったら、なんとここが入り口になってます。後ろが痛い。これも正しい入り口ではないのかもしれないですね。あ、見えました、こちらですね。これこっちが正門っぽいな。こちらがどうも正門のようです。先ほどの場所からですね、もう方角よく分からなくなりましたけど、ずっと東なんと思うんですけど、ね、東の方からどうも正面のようですね。で、こちらの、ところに手を洗うとこ、こんな感じで、本来はこっちが表ということなんでしょう。こうやって、まあ、ちょうど七五三の時期なんで、たくさんの方が来られてますけど、これが拝殿になるという形ですね。それでは、拝殿の、右手の方に設営しましたので、始めたいと思います。